じゃあベースのカレーを。しもやかさんはね、ココイチベジカレーです。初めましてのカレーだ。また結構あるんだベースが。僕はポークカレーです。これ値段分かってるからな。だからここで負けを取り返すために500かけるっていうのありますよね。いや600かけよう。大体分かったから。価格帯はサイドメニューにしますか。もちろんサイドメニューから。まあでもあんまでかいのないのかな、サイドメニューにも。ただカレーうどんとカレーラーメンとカレードリアがあるんですよね。これだけ唯一でかそうなメニューかなっていう。下井さんの一品目は、はい、ベビーフードです。は？は？え、なにこれカレーじゃないってこと？もうほぼゲロみたいなやつがありますよ。いや、まあベビーフードってこんなもんでしょ。ほぼゲロ。言い方が悪すぎる。え、カレー取ってんのこれで。いやいやいや、お子さんでも安心して食べられるやつだよ。マジかよ、全く価格が読めねえよ。そんなしないでしょ、言っても。子供用のやつですよ。意外となんか取ってるくらいですか。いや、ココイチを悪く言うな。僕のサイドメニュー、コカ・コーラです。うわ、安そう。飲み物安いからな、ここ。ベビーフードってココイチ来た人が赤ちゃんのために買って帰ってるってことですね、はい、いや、だから赤ちゃん隣にいて食ってんじゃないですか、一緒に。スパイスの香りプンプンするところで。そうっすね。おかしいと思いません？なんかこれをやってるのが。そう、何が。ママさん大助かりやからね、赤ちゃん連れてくんなっていうこと。赤ちゃん連れてくんなっていうことじゃなくて、ママさん大助かりって言いますけど、ママさんは自分で作った方がいい、はい、あ、そういう思想の持ち主だね。いいでしょ別に。サイドメニューだろうな。サイドメニューもなかなかしょぼいのいっぱい来るからな。そうなんですよ、高くないんですね別にね。ミニお子様ナンカレーです。いや、また読めないやつだよ。美味しくなさそうだなこのナン。あー、でもデザートゼリーとドリンクがついてんのか。僕もサイドメニューします。した方がいいでしょうね。ココイチバラエティボックス D です。お、出た、高いやつ、唯一ココイチのサイドメニューで。 D の方がすごいのかこれ。これイカのリンゴ揚げとうずらの卵ですよね。でフライドチキンでコロッケかな。 D の方がすごいかこれ。え、お宝箱ですねこれ。さっきの C が613円か。どうしますか、サイドメニュー。下中さんの4品目は、はい、コーンスープです。安いよ絶対。コーンスープとかあるんだココイチって、っていうか。そういう発見ありますね。意外と最初に充電してるんですねここって。だとしても大した金額じゃないでしょうね。美味しくはなさそう。何も入ってないぞだって。ココイチに対する悪感情すごいな。何にも入ってないですよだって。コーン入ってるやん多分、粒。この画像から見えますコーン。森山さん入ってるよ。入ってないだろ。サイドメニュー、はい、ハンバーグカレードリアです。出た。あ、これは言ったでしょ。これはアウトか。いや、これ絶対、これはもう絶対でかいよ。あー、これはアウトだな。いや、これは言ったでしょ。いや、さすがにこれは言ったでしょ。よかった。ライス減らそう。もう無駄な抵抗ですよねだからもう。はい、それは78円。どうします、ここでウサギとカメですよね。だからここで舐めて、オリマさんどうせバストだからって言って、じゃあ僕もここでやめますって言ったら、意外とオリマさんがギリギリ間に合ってて負けちゃうっていうパターンがありえそうで怖いんで、まだ注文します。サイドメニュー。島川さんの5品目は、はい、ここでチキンです。ここでチキン、ファミチキだこれ。こんなの使ってんの、やってんだ。本当にこれ頼んだら出てくるんですか、ココイチって。何ですかそれはって言われませんか。ここでチキン。ここでんなりますよ。そう、恥かかない、一瞬だからざわついて、ちょっと今朝お時間いただくけどよろしいですかみたいなのになるだろう。まあ安いでしょこれでも。安いと思う。これもだファミチキぐらいの価格だと思ってみて構わないですよね。だから、じゃあもう全然足りてねえやまだ、ね、じゃあもう一回サイドメニュー。6品目は、はい、キリン一番搾りです。お、ビール。ただのキリン一番搾りの缶の画像じゃないですか。そうです、それが出てきます。うわ、ビール読めねえな。まあでもそんな、それこそ法外な値段取らないでしょ。まあこれは常識の範囲の値段で出すか。うわー、これでもちょっと怪しくなってきたな。やめる、いや、あれにします、トッピングにします。お、トッピングいきますか。結構いくな、ほんで、もう別に僕が死んでんならいいんじゃないの。死んでない可能性もあるんですって。でも皆さん全然、島岡さんの、はい、もう7品目、はい、ロースカツのトッピングです。マジかよ、やらかしたな。これ言ってるでしょ。
これいった可能性ある。うわー欲張りすぎたか。意外とちょうどいい可能性あるなこれ。マジか。わかりました。でも米は減らしますよ。150にしますよ。米は米はもちろん150にしますよ。もちろん当たり前ですよ。全然米食わねえなこいつ。全然米いらないから。いきますか。じゃあ、はい、島中さんのベースカレーは、はい、607円です。あよかった安い。まあまあまあ同じぐらいか。同じぐらいですね。僕のポークカレーは591円。はい。ベビーフードは189円です。安いな。コカ・コーラは200円です。意外と取りますね。思ったより取りますねコカ・コーラね。うん、そうですね。おってなりますね。ミニお子様ナンカレー、はい、318円です。まあでも思った通りぐらいかな。うん、まあまあまあそんなもんだろう。注文しすぎじゃない。いやあのコーンスープとか80円とかだから。バラエティーボックスの D は616円です。さすがにバスでしょうねこれは。あーもうハンバーグカレードリアが700円以下なわけないもんだって。コーンスープは、はい、283円です。嘘だろ。コーン入ってないコーンスープなのに。いや入ってんじゃない。え嘘だ。えそこにたっかたっかコーンスープ。えたっけ。僕の最後ハンバーグカレードリアは762円です。これで、うん、僕の合計はパスしますね。2091円です。ちょっと待ってください。その米を減らしたからバッチリじゃないですか。そうです、ね、脅威の調整力じゃないですか。へえ。へえじゃないか。こんなうまくいくんだ。いやこんなうまくいくんだじゃないか。初めて力を手に入れたなんかその最高少年みたいな。何を2000こんな98円とかいうプロの技を見せてるわけ。すっげえ。いやちょっと待ってくださいよ。救援差じゃん。もうピタリ賞みたいなもん。やばいこれ。これやばいだろ。ここでチキンは265円です。はい、高えな。高えな。高えな。これは高えな。え異常に高くない。なんか物が価格設定めちゃくちゃじゃない。キリン一番搾りは367円です。高くない？うん、高い。高いよね。普通の店より高いですよね。高っ。ロースカツトッピングは337円です。意外と安いな。でもこれで合計は2288円ですね。ありえないだろこれ。あれ全敗してない？ありえないだろこれ。全敗してますけど。これおかしいだろ。次取り返しますよ。あまあでも最初にあのベースのカレーをね。島岡さんは、甘口ポークカレーです。初めましてのやつじゃないですかまた。まあでも値段違うのかな。違わないか。甘口って値段変わないって書いてあったもんな。まあじゃあ590円だ。僕は低糖質カレーです。ちょっとお高いやつですよね。カリフラワーですね、はい、どうしますか。当然サイドメニューからでしょうね。当たり前ですけど掛け金を1200いかれてんだよ。もう1200減ってるよ。500かけて500返ってきたとて借金じゃないですか。まあまあまあこれが仮に一平だったらこんなことするかなって思う。一平だったら一平ってこんな書き方するかなって。一平ってあのマイナス7億男でしょ。そうそうマイナス7億男の一平ですよね。一平はいつも高い方にかけ続けたからあれだけやっぱいけてたわけで。いけてないんだよ。マイナス7億なんだよ。いやマイナス7億じゃないですよ。一平はだって払ってもらったわけだから7億の。プラマイゼロ。プラマイゼロですよ。まあ一平イズムを継承1000円ですね。1000かけます。1000かけます。なんで憧れてる。憧れてる。一平イズムの継承者としてやっぱり1000かけるしかない。ここは一平力を貸してくれ。勝ったことないっつってたぞあの人。サイドですか、トッピングですか。サイドです。島岡さんの2品目、はい、はい、濃厚バニラアイスクリームです。そんなのあるんだ。いやー高いのかな。読めないですね。確かに既製品ってわけじゃない。なんか独自のやつなのかなこれ。わかんねえ何にも。僕のサイドの1品目は、はい、ソーセージサラダです。あー出たソーセージ、うんうんうん、高いですねこれ。だからえソーセージが316円なんだもんな。そう2本乗ってるからですか。もそれが高いのかこれ。どんだけ取られるか分かんないですよこれ。どうしますか。サイド島岡さんの3品目はキリンノンアルコールビールです。
なんか折山さんだけこれボックスみたいなやつ来て俺には絶対来ないですね。そういうなんかサイドの高そうなやつ、全部俺だけなんか飲み物みたいななんかちょっとしたものばかりが来て、じゃあ多いんですよ割合的にも。結果的に俺だけなんかどんどん注文させられてしまいにはバーストみたいな。なんか僕もじゃあん待てよ、僕これだって4、まあまあまあさすがにサイドか。僕の3品目はミニお子様カレーですね。さっきはミニお子様ナンカレー。あ、ナンがないやつか。ナンがまあお米なんだ。あ、米になってるんだ。まあナンと米でそんな値段変わんないと思うけど。で、リンゴドリンクとデザートが同じくついてくると。完全に僕はサイドですね。下谷さんの4品目は、はい、はい、お子様カレー、ハンバーグ&フライドチキンです。あー、なるほど。ちょっとあれだ、お子様カレーにボリュームつきましたみたいな。冷凍食品のハンバーグと、冷食の唐揚げと、この唐揚げ何これ一かけ一かけでしょうね。一つの半分でしょうね。一つの唐揚げの半分でしょうね。だから。まあ、ということは大した価格ではないな、これも。うん、そうっすね。わかりました、わかりました。いや、わかんないけどな。なるほど、なるほど。僕はじゃあトッピングかな。僕は、ハーフ野菜のトッピングです。ハーフ野菜？野菜の、ハーフ。あ、でも野菜いきますよこれ、ココイチは取ってきますよかなりまあでも一般的なカレーっぽい玉ねぎ、人参、じゃがいものハーフだから。うーん、なるほどなるほど。まだそんな言ってないんじゃないですか。でもいや僕もそう思うんですよ。うーん、だからだからサイドでいいと思うんですね。サイドいきますよ。しもやかさんの5品目は本格コーヒーレギュラーサイズかっこアイスコーヒーです。やめてくれよこれあれでもホットとアイスで値段変わることないですよね。まあ普通そうじゃないですか。そこで100円ちょっとぐらいなわけだ。ホットコーヒーは150円ですね。ああですよね。まあ、僕はトッピングだな。もうあ待てよ、もういいか。まあもう一個トッピングかな。トッピングが手仕込みチーズメンチカツ。ああ、これはやらかしましたね。鬼山さん、野菜とチーズカツはもうこれいってるな手仕込み、でかっ。これの中にチーズ入ってんだ、でかっ。これいくら取られるか分かんないですよ、チーズにメンチカツにチーズにこれココイチそんなとこじゃないから。何も取られるんだこれ。うーん、ライス減らすか。あー、また結局ライス減らすわけだ。なんか頼みすぎてライス減らすばっかりだなどうしますか。サイドサイドメニューいきます。そりゃそうだろ、僕らはちまちま頼んでられないだろこれ普通に。6品目は、はい、ココイチベジソース1人前です。出た、野菜ソース。この前はポークソースよね、1人前。ポークソースは382円。ちょっと高いと考えてか。そうですね、ベジ、ポークカレーよりベジカレーの方がちょい高、ちょい高だったんで今20円多いとして、あ、いい感じになったかも。ありがとうございます。もうストップですか。いや、トッピング。あ、トッピング、うん。しもやかさんの7品目、イカトッピングです。出た、イカ。いや、うまいよこれは。これうまいですよね。これ僕も好きでよく頼んでるんです。イカね、そんなしないんだよ。そうなんだ。そう、ソーセージとかと比べてイカって安いなと思った記憶があるんですよ。ただこれでストップで、ご飯は減らす、半分にする当然当たり前ですよそれはそんなことないけど別に当たり前ですよ毎回やってっけど俺。じゃあ見ていきますか、値段を。これで勝たなかったらもうしまい、俺も大谷に頼らなきゃいけなくなっちゃう、これに勝てなかったら払ってくれないよ。犯罪に手を染める。大谷は別に払おうと思って払ったわけじゃないから甘口ポークカレー、はい、まあ、591円です。ああ、同じですね、価格は全く、ね、同額ですね。はいはい。で、低糖質カレーは682円と、はい。で、濃厚バニラアイスクリームか。これですよね、値段がわからないおなじみの。282円です。結構するな。するな。思ったより取るな。嘘でしょ、パーゲンダッツぐらいするじゃないですか。ソーセージサラダは338円です。あ、やっぱしますね、ソーセージ乗った瞬間から。確かに本当に高いんだ、ソーセージ。高いソーセージ、本当にココイチの。キリンのノンアルコールビールは262円です。高い。で、僕のミニお子様カレーですね。あ、これですよね。318円。あ、そう考えるとハンバーグ系もいってるか。ナンカレーと同じ値段ですね。だから変わんないんですね、だから。はあはあ、変わんない。なるほど。で、下岡さんもお子様カレー、ハンバーグ&フライドチキンか。494円です。ちょっとお高いぐらいか。そうっすね。あ、じゃあほぼ計算通りですね、僕の。僕のトッピング、ハーフ野菜125円です。安いですね。
安い。本格コーヒーレギュラーサイズアイスコーヒーは150円です。150円か。あ、はい、変わらないですね。手仕込みチーズメンチカツ、これが430円。するな。これ合計が、でも1815円ですよ。あ、ちょっと足りないですよ、鬼山さん。でもやっぱり、いやー、むずいな、これ分かんない。こんだけ頼んだと思ってもまだ全然足りないだから、俺ちょうどよかった、ちょうどよかったはずなんだよな。だからココイチベジソースですね、はい、419円です。え、これ何が誤算だったんだ。イカのトッピングはちなみに220円です。なんで全敗してるんですか。一平イズムですよね、だから。やめなよ、じゃあ。とことんギャンブルの才能がない。まあ、疑わしいとこ何点かありましたけどね、はっきり言って。どこか、例えばどこ。絶対バーストしたと思ったのに98点で、なんかうまいことなんか6、9円差ぐらいでなんかギリ、ね、ほぼピタリ賞だった時とか、あれはもう本当おかしかったです、ね、奇跡の奇跡のライス 半分にしたらね、多分ここ以上の点がいってもあんなにうまくいかないはずだ。てかね、バーストしてるからな、下中さんも。違うんですね、なんかね、安いと思って頼みすぎちゃったんですよね。最初の安いイメージが強すぎて、まだ足りないだろうと。全然オーバーしてますよ。全然言ってるんだよな。もっと慎重さを持つべきだったな。やっぱね、ココイチって、ね、おかしい。これ、俺まだこの価格が本当だと思ってない。嘘だと思ってます、まだこの価格、これは。そんなわけないと思ってるもん。俺でも最初安って思ったんですよね。そう。最初安って思ったのに、いつの間にか、その手口ですよね。いつの間にか、もうあっという間に2000円を超える注文するようになってしまってるっていう、鳴らされてしまった、ココイチに。ココイチにはもう行きません。